続いては荻秀行の漢方で健康にのコーナーです。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で6店舗を展開する漢方専門一心堂薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も一心堂薬局荻秀行先生にお越しいただいています。荻先生こんにちは。どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。今先生とお話ししてたんですけれども、はい、あのオープニングでお話しした教育という話でね、はいはい、先生あの先生もなるほどって思われたことがあるということ で、ね、ちょっと先生の口から話していただけますか。はい、ですね、うん、あの今のこの時代は、うん、その教えるという教じゃなくて、うん、共にという、うん、これで教育というふうな形で、うん、はい、そうだから上からこう教え、はい、教師が教え込むのではなく、はい、共に育んでいくっていうのが、はい、今の時代は求められているっていうことを聞いて、はい、あ、なるほどなって私も思いました、うん、でも自分も本当にその話を聞いた時になるほどと思ってですね、そうですよね、はい、小沢さんの今日のあの、はい、あの幼稚園の、はいはい、あじゃないですけど ね、 ね、本当に、はい、思った部分もありましたね。まさにあの、はい、本当に今の時代にマッチしてるというか、そういう、はい、あの考え方で、うん、こうなんて教育してほしいなっていうふうに思いますよね、うん、そうですね。ですから本当に、まあ、うちの会社においても、うん、やはりそういうふうな部分ってやっぱあるのかなと。学校だけじゃなくて会社という組織においても、やはりそういうふうな、うん、まあ、例えば自分が本当に社員に対して、うん、はい、やはり共に、うん、っていうふうな部分は、うん、そうですか、うん、社長の立場からしてもやっぱりそういうような部分ってやっぱりありますよね、うん、まあ本当に社員から教えられることもやっぱりありますからね。やっぱりそれこそ今年入ってきた新人からしてみれば、一昔前、まあ、もしかしたら本当にね、今のこの速いスピードの中で二昔前というふうな分も、それこそ携帯がなかったですから。そうですよ、携帯電話がなかったですから。それこそ、まあ、パソコンじゃなくてワープロがもう大学時代にという分ですから、もう本当にね、世の中のスピードって違うじゃないですか。ですからその違ったその感覚の人たちと、まあ、共にその仕事をしていく上では本当にこう共に育むという教育を、うん、教えられる部分もやっぱりありますし。そっか、はい、学校だけじゃなくてね、うん、会社組織でもっていうことなんですね、はい、だと思いますね。勉強になりました。いえいえ、はい、さあ今日のテーマですが先生、はいはい、コレステロール値、そして中性脂肪値の高い方がかかりやすい病気ということで、はいはい、どういったものがありますか。はい、やはりその検診もね、笑えていろいろこうあのデータを見て、はい、あれですけど、このコレステロール中性脂肪の高い方がかかりやすい病気といいますと、はい、まずあの、まあ糖尿病、肝脂肪、うん、胆石症ですね、はい、あと急性膵炎、動脈硬化症、あと、高血圧で脳梗塞、心筋梗塞、うん、まあ、こういうふうな疾患がかかりやすいと言われてるんですね。はい、はい、そのコレステロール値、中性脂肪値の基準値というのは、はい、ちょっとご紹介しますとですね、まあ、総コレステロール値、この基準というのは140から199と、はい、で、あの LDL コレステロール、まあ、よく善玉コレステロールなんて言いますけども、まあ、これに関しましてはですね、男と女のその基準というのがやはり違ってまして、はい、男の方ですと40から70、で女性の方でしたら45から75と、はい、でもう一つ の、 あのよくあの出ます、LDL コレステロール、まあ、悪玉コレステロールというふうなことでも、表現しますけども、これが70から139なんですね。であと、中性脂肪、まあ、あのよく検査数値なんかで TG というふうな形でも略称で書かれてますけども、はい、この中性脂肪の値っていうのが30から149と、うん、これが、まあ、あの基準値というふうに言われている分なんですね、はいはい、これを超えて高いと、やはり先ほど紹介していただいたような病気にかかりやすくなると、はい、そうなんです。そうなんですね。そうなんですね。これ、そういった値が高くなる原因っていうのは、はい、やっぱり一言で言いますとですね、やはり体のその代謝機能がやっぱり衰えてくると、うん、という部分と、うん、あとはやはりこういうふうな体の中でコレステロールの原料になるような食事をですね、うん、多く取りすぎている方、はい、うん、もうやはり基準値が高くなってくる。この2つですね、はい、
さあ、それでは今日は、お二方の症例を紹介していただきます。はい、はい、まずお一方目は、はい、まずコレステロール値の値がですね、35歳を過ぎてから、うん、まあ、高くなってきたという方の症例で、はい、ご相談いただいた時にお持ちになれたデータがですね、283と、かなりの数字、ね、はい、高いんですね。で、あと具体的な症状としましてはですね、まあ、最近血圧が多少高くなってきたと、うん、で手足の先が冷える、はい、で更年期のせいかイライラすることが多い、で急にこう汗をかいたりのぼせたりすると、で多少めまい、肩こりがあると、うん、でこの方、まあ、子宮筋腫で、まあ、手術した経験もあるということと、あと病院の方からはコレステロールを下げるお薬と、あとロイヤルゼリーを、まあ、服用してますという方の症例なんです、はい、でこちらの方にはですね、神症状酸という、まあ、漢方のお薬をですね服用していただいたんです、はい、でこの方の、まあ、経過状況なんですが、まず服用しまして、ね、2ヶ月経った時点ではですね、まあ、大きい変化はないんですけども、はい、多少イライラ感が落ち着いてきましたと、で4ヶ月経過した時点ではですね、カーッとこう体が熱く感じる、そういうふうなことがなくなってですね、汗もかかなくなってきたと、はい、で5ヶ月経過した時点ではですね、病院での検査の結果コレステロールの値がですね20下がっていましたと、はい、で8ヶ月経過した時点ではですね、血圧も上が145、下が85前後で落ち着いていますと、はい、で11ヶ月経った時点なんですけども、まあ、検査の結果今回コレステロールの値が正常だったということで、まあ、現在進行形の方の症例なんですけども、はい、この方は最初にその更年期障害の部分の症状が落ち着いてこられているんですね。そうですね、まあ、精神的なこのイライラ感、これはもう落ち着いてきたということで、はい、はい、さあそれではお二方目の紹介をお願いします。はい、でこの方はですね、コレステロール中性脂肪の値が高いということでご相談いただいた方の、まあ、症例なんですね。で、症状としましてはですね、太り始めてからこうチェックされるようになったと、まあ、検査なんかでですね、はい、で体重がここ、まあ、3、4年で12キロも増えてしまった、はい、ちょっと急激に増えていると言ってもいいんでしょうか。そうですね、はい、で血圧も高くてですね、上が150から160、うん、下が90から95ぐらいでというお話と、はい、あと空腹時の血糖値も高くてですね、うん、まあ、血糖値なんかこのコーナーでもご紹介させていただきましたけども、まあ、空腹時の血糖値、まあ、110、これが、まあ、まあ、ボーダーラインなわけですけども、はい、この方125あると。で便秘気味でですね、2日に1回の排便で固めの便で、まあ、常に残便感がありますと。で頭痛があったり、まあ、肩こりがあったり、で病院の方、病院の方からもですね、まあ、この方コレステロールを下げるお薬と中性脂肪を下げるお薬をいただいてますという方の症例なんですね、はい、でこちらの方に服用していただいたお薬がですね、防風通症酸というお薬なんです、はい、でこの方の、まあ、経過状況なんですが、まず漢方を飲み始めてからですね、うん、まあ、すぐにまあ、お通じ、まあ、便秘が改善して毎日こう排便できるようになったと、はい、まあ、これがまず飲み始めてからの変化 で1ヶ月経った時点でのコメントがですね、まあ、体重が 1.5 キロ減ってですね、お腹周りがまあすっきりしてきましたと。5ヶ月でですか。はい、はい、かなりね、お腹の中が綺麗になった感じがしますね。そうですね、はい、で3ヶ月経過した時点ではですね、検査の結果コレステロールの値と血圧の値、うん、それぞれ下がっていましたと。で5ヶ月経過した時点ではですね、体重が減ったせいか血圧は下がってですね、正常値になったんですけども、はい、コレステロールと中性脂肪の値は前回の検査結果とあまり変わりませんでしたと、はい、しかし肩こりは良くなったって言うんですね、はい、で9ヶ月経った時点ではですね、また検査をされた結果をお持ちいただいて、で今回コレステロールの値、これはほぼ正常値になったと、うん、で体重の方もですね、初めから比べますと7キロ減ってですね、体全体がいい方向に向かっている感じがしますという方の症例なんですね。そうですか、はい、だってね、3、4年で12キロ減量されたということですから、はい、7キロだとね、もう半分以上も9ヶ月で減量ですか。そうですね、はい、
やはりこうちょっと食べ物とかも気をつけられるような指導も先生されるんですか。はい、やっぱりあのコレステロール、まあ、中性脂肪の値を高くなるような食事、うん、それにはやっぱり気をつけていただいて、うん、はい、という分は一緒に、はい、あの漢方薬を、まあ、服用していただくと同時にやっぱり、はい、まあ、それこそ医食同源じゃないですけども、はい、まあ、食事も一つの、まあ、薬みたいなもんですから、うん、はい、まあ、やはりその薬と、いい薬と、いい食生活、うん、まあ、日常生活、まあ、これはやはり大切だと思いますね。はい、はい、今日はコレステロール値、そして中性脂肪値の高い方がかかりやすい病気について先生にお話ししていただきました。ここまで小木秀幸の漢方で健康に、今週も一心堂薬局の小木秀幸先生とお送りしました。小木先生、ありがとうございました。ありがとうございました。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。最初もあのいいまとめに先生が会社の方の話までしていただいて、すごく良かったです。ありがとうございます。急に投げちゃったんですけど、すごくまとめていただいて、あ、そうですか。いえいえ、ほんとに。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いえいえ、楽しかったです。いえいえ。薬剤師とお客様との信頼関係を